皆さんこんにちは、僕たち、私たち、せーの、ひき肉です。いやもうこれ古いんだよね。ね、アザヤムです。最近 YouTube の投稿をおろそかにしていて、この 2,3 年間 YouTube を始めてから2週間ほど空いてしまいました。こんなことは初めてだったので誠に申し訳ございません。この度12月14日、渋谷ザゲームにてフォース EP、リリースパーティーということで、告知をしていたんですけど、このことについてちょっともうちょっと動画で話そうかなという動画になっております。ということでこのフォース EP、 なんとまずタイトル決まりました。タイトル決まった。はい、決まりました。発表します。ひき肉です。フォース EP ひき肉、こちらをね、引っ提げて、はい、はい、冗談でフィーリングスです。こういろんな角度から感じてほしいという、まあそんなめちゃくちゃ簡単に言うとそういう感じなんですけど、その曲を聴いてもらえばわかるからね。負の感情から性の感情から、はい、ということでフォース EP フィーリングス、フィーリングス、はい、タイトルの発表ということで、はい、よっしゃー、まだまだね、いきますよ、アズアイアム感じちゃうね。はい、何ですか、あとまだありますよね、いっぱい、もう出しちゃってください、どんどん。もう今そこで感じてる君、こっからまたさらに感じちゃうことがあるんだよな。なんとアズアイアム持ち上げて持ち上げて、はい、ロゴ新しくなりました、こちらです、ドンタ。どうですか、このキラキラハイパーポップな感じ。このデザインはね、僕たちが散々 YouTube で言ってる、はい、あの大阪で知り合ったゆうきくん、ジエンドの、あの、はい、僕たちが、あ、今来てるじゃん。そうだよ。お、ちょうどいいね、君、素晴らしい、はい、ジエンド、ジエンドのオーナーというか、服を作ってて、まあアーティスト活動もしてて、まあ、すごい気があってね、仲良くなってさせてもらってるんだけどに作っていただきました、ゆうきくんに。ありがとうございます。こんなめちゃくちゃ素敵なロゴ、トレンドをね、抑えた感じになってますね。はい、このロゴでこれからちょっといろいろライブとか含めていろんなところに登場すると思うんで、皆さん、はい、待ち受けにしてもろて、してもろて、もろて、まだまだありますね。ね、なんじゃ。まあでも EP まだね、言うて先ですからね。そうですね、はい、2ヶ月ぐらい先なので、あ、待ちきれないですね。待ちきれないかと思いですね。お、なんですか。EP の中から、EP の中から1曲シングルカットで先行リリースいたします。リリース日は11月8日水曜日。水曜日しゃ、118で覚えてね。伊藤屋、伊藤屋で覚えてね。1108、伊藤屋で覚えてね。なんか1108みたいになってるよね。合ってる、合ってる。もう一つね、お知らせがありますね。12月14日のライブチケットを手売りで販売させていただきます。おお、初めてじゃないですか、僕たちこれ初めてです。今のこの時代に手売りですよ。そうです。はい、で、その手売りは何があるんですか、うん、買ったら。そうなんです、手売りのチケットを買っていただいた方には限定キーホルダーお付けいたします。この動画が出る頃にはまだキーホルダーができておりません。うん、チケットもできておりません。まあ、こういうのって大体ライブハウスとかだけど売るの、僕たちあのその前にあんまりライブがないんで、はい、僕が考えました、これはあかんと、作っても買えないじゃないかと。オンラインストアであの手売りチケットを販売したいと思います。これは手売りなのかどうかっていうところではあるんですけど、うん、普通にやっぱキーホルダーが作ってるのと、うん、このチケット形式で、せっかく12月中遊びに来てもらえる皆さんが保管できるっていうね、メモリーって感じですね。はい、で、このキーホルダーは購入いただいた手売りチケット先着30名様までとなっております。勝ち抜き30だぞ。で、チケット取り置きとかもうすでにしていただいてる方でももちろん購入していただいて全然構いませんので、はい、クレームはしない、送ってこないでください。後から言ってくるんじゃないみたいな、もう買っちゃったよみたいな、大丈夫です。あなたたちまだお金払ってないでしょ。ここから You 買っちゃえな。そうだ。はい、ということでね、そのキーホルダーも含めてなんですけど、グッズもね、今作ってますんで、はい、そちらの動画は動画でまた出したいと思います。お楽しみに。あ、ファインジュ、11月にその先に出す、ファインジュっていう曲なんですけど、この曲に対してじゃあ一言ずつ、こういう曲で、こういう曲なので聴いてください的な感じで一人、うん、一言ずつじゃあ言って、この11月8日のファインジュをまず聴いていただいてっていう感じにしましょうかね。はい、じゃあどうですか、一言、この曲は。一言、僕はすごく明るくて
ノリノリ、明るくて。いや、それ五七五とかにしなくていいの。別に別にね、明るくてすごく乗れる曲になっております。そりゃそう。ほんと僕はファインジューは朝聴くの好きです。ぜひ聴いてみてください。通勤通学聴いてみてください。もう元気が出るってこと。元気が出ます。あ、すごくそういう曲です。うん、まあ僕はどっちかっていうとオーイエって感じなんで。バイナーファミクロスとこね、はい、てかあのサビのメロディーがすごい聴いてたら泣けちゃう感じなんで。うん、サビの爆発が、サビの爆発がすごい。あ、確かに、まあ、それまで意外と静かだもんね。うん、そこを着目、はい、注目って感じで。着目って言っちゃったのが間違えたね。だったら注目だったね。そこで言ってもらえれば編集でつなげますけど。なんでね、そこにね注目してもらってね。はい、注目。金八先生もびっくりなんで、まあ、サビの爆発感っていうね、はい、で、泣けちゃうっていう、はい、楽しめる、泣けちゃう、俺は泣いちゃうね。いいね、ここまでいいフィーリングですね、まさにね。ただ、みんなやっぱ違うんだね。俺は、グッとまとめるとポッピンキャッチー爽やかソング。そうだね、ポッピンキャッチー爽やか、全部キャッチーだね。そう、つまりキャッチー、聞けよ。もう本当の一言だな、これは。うん、でだけでいいですか。はい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 。この曲はですね、おっしゃる通りだね、どっちかっていうとポッピンキャッチー爽やかソングですよね、これ。ですよね。はい、そう。まあでも内容もまあちょっと人に対しての思いみたいな曲なんで、これはあんまり俺はこういつも架空で書くんで、歌詞とかをね。でファインジューのジャケも公開しましょう。はい、ファインジューのね、はい、あー、こちらですね、どんどん出てきますね。クリエイティブがすごい、クリエイティブがどんどん前に出てくる。うん、歌詞もいいし、メロもキャッチだし、すごくあのいい曲になってますんで、皆さんぜひ聴いて、12月まで歯を食いしばって待っててください。はい、歯かけないように歯磨きしろよ。はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、これが俺たちのフィーリングでした。はい、はい、待っててね、もうちょっと。ではまだね、12月15日まで何個か出るから、多分、うん、はい、次の動画お持ちください。そしてグッズや、お芋も楽しみにしててください。アザエも引き続き見てください。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ締めてください、最後。とどさーれー、その曲違う、先出しすぎるということで、バイビーノス。